そういうことなんですね。それで追いかけて持ってライブハウス出たら、対バンがいるでしょ、いっぱいグループが。その中に中部北陸地区のポップコーンのスタッフがいたんです。三浦君、そろそろあの歌を応募したらって言われて、僕はもうちょっと自信がありますから、わかりました。そしたら録音しようってやった時に言われたんですよ。まあ応募だから一曲じゃなくてもう一曲ぐらいないのって言われて、あ、最近こんな曲作ったんですけど、それでいいですか、歌ってみて。それが愛はかげろうです。だから19回ポピュラーソングコンテスト地区大会は、追いかけてと愛はかげろうが同時に登っていって、愛はかげろうさんがお勝ちになりました。ね、面白いよね。点が点だったものが線につながっていってるっていうね。じゃあ最近こんなん作ったんですっていう歌です。窓ガラス流れ落ちてゆく雨を、細い指先でなぞってみる。曇りと化して滑る指先に伝わる冷たさ、心に染みる。忘れ去られた部屋の片隅、別れの言葉を口にするあなたは、いつもと違って優しすぎた。吐き出すタバコの煙の影が教えてくれた作り言葉。